三つのアプスを持つ、旧聖書修道院大聖堂フレスコ画の描かれた、アプス内観アプス、または、ラテン語でアブシス、または、後人は、壁面に穿たれた、半円形、または多角形にくぼんだ部分である。ローマ建築に起源を持ち、宗教建築、世俗建築の双方において見られる。教会建築では、 教会堂の内陣の東端に設けられたイタリ聖書の一部として設けられることが多く、一般に教会堂外部に張り出してハンドームをかける。ロマネスクビザンティンゴシックなどの様式の教会、カテドラル、修道院に多く見られる。ローマ建築では壁面にベンチを備え、談話室や会議室として使用したエクセドラとして、あるいはバシリカでは行政長官の座所として使用された。 構造体から半円形に突出することが多いが、簡単なものでは壁に設けられた日地状になっている。初期キリスト教建築の聖堂では、アプスの壁面に階段状のシントロノムを設ける、あるいはアプスの床面を持ち上げて、プレスビテリウムや四教座を設けるなどの措置が行われている。また、テンプロンによって内陣と区切り、内部をモザイクなどで豪華に装飾した。 ビサンティン建築の聖堂では、両側にパストフォリアを設けるため、教会堂東側に三連の工人があるように見える。これは、聖教の聖堂の伝統的な平面となったため、聖教会の影響を受けた聖堂は、概ねこのような形状を有する。西ヨーロッパでは、首都海教会堂で方形のアプスが設けられている。時代が下ると、このアプスとソデロの間に、 垂直の仕切りが形成されるようになり、次第に、境界空間内のアプスの重要性は、低下、内人の省令排出的な扱いとなっていく。12世紀には、内人周囲を囲むォローに取り付く、省令排出の集合体である種別と呼ばれる形式が、一般化したが、ゴシック建築では、アプスと内人の区分がほとんど捨てれてしまった。 奥行きの深い内人部の形式が好まれるようになったため、アプスの存在はほとんど意識されない。パナギアがイコンとして描かれることが多い。ありがとうございます。